はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、久しぶり。んいやね、動画では久しぶりやね。何が水中掘り出し。うん、水中出しやな。まあ、2つはちょっともう上、跳ね取っちゃうけどね。ま、あ、マナドは後でいいか。後中か、中間サンバレスから。サンバレス、サンバレスもうおらんかちょ思ったら、あと何匹かおったね。あ、まだおったじゃん。ちょろっと一頭じゃなくて、まだおっちゃう。もうちょっと、うん、3頭ぐらいおったような気がするな。まあ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 、90ミリみたいな、うん、顎普通みたいな、そんな感じで終わると思うけど。サンバです。顎普通、うん、90あればいいね。どうやろう、どうかしら。あ、まあまあ、サンバです。顎が短ければ大きさはどうでもいいじゃん。まあ普通やな、顎も。顎は短ければいいじゃん。短ければ短い方がいいじゃんね、うんうん、やっぱ。まあ好まれるのはね、88ミリ、顎は普通でも体はなんか太いね、うん、まずサンバレス88、顎普通最初に出たのが短かったよね、うん、そこにおるけどね。やっぱ F1 こうなるよね。あ、そうやと F1 だっていろんな、なん、おそらくオス数匹と交尾しとるはずやけ、複数精子を持っとると思うね。あ、結局卵にひっついたやつが、そう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 、なりよったかもしれんね。はぁ、なんか、お、結構バラバラや、いろんなのが生まれてくる可能性があって、うん、それは初耳や。初耳ですね。初耳言ったからな、初耳ですね。あ、そう。でもなんかそんな感じもしよったような気もすっとっただけ。はい、次が帝王。帝王、帝王はもう上開けとるけどね、カパンと。もう大体のサイズ感分かってっちゃう。そうそう、これちょっとね、ちょっとしとったけどね。ああ、ほんとや、助けたっていう感じやね、うん、ちょっと太そうやけど。いや、うちの帝王でかいよ、いつも太いよ。太いね、大体太い。サンバレスの後やけど余計太く見えるね。うん、もうあるじゃん。101.8。101.8。4.6。もうダメ、電池が死ぬよ。嘘、まずい。6.1。あ、6あるたい。うん。帝王って太いもんだって、最近。顎はもうこんなもんで、うんうん、いい感じ。普通やね。普通。短くもなく、長くもなく。じゃあもうこのボディにはちょうどいいぐらいの顎やっちゃう。うんうん。はい、2頭目は帝王。帝王。で、3頭目。マナド行こうか。マナド。これ、うち用。あ、もううち用。うち用に一応持っとるけどね。そうそう。うち用取っとかんとやばいよね。あ、まだ開けてないじゃん。開けてない。今からやっちゃう。うん。一応なんぼが欲しいかね。94。95か言ったね。94まで落ちたね。あ、そんなない。露出が狭いもん。あ、そう。露出ちっちゃいな。難しい。あ、難しいね。あ、小さいな。90もいかんね、これ多分。顎はまあマナドの顎しとるけど、いや難しいな。同じじゃない？言うようにマナドの顎はしとるね、ほんとね、うん、88、ちょっと伸びたね。でもちょっと伸びた、かすりもせんかったね、とりあえずは。うん、うん、88はあるね。ちょっと伸びた、ちょっと伸びた。あ、前回よりね。うん。これ宇宙王やと？これ宇宙王。うん。顎も綺麗やね、これ。うん、顎綺麗。顎もいいよ。88ミリ。
なんか2メス使ったやん今回。2メス使った2メス目の方がなんか良さそうな気がするな。 あれマナだよもんね。あそこの今洋室作るよ。ああ、今洋室作るじゃう、うん、あの大きそうやろ幼虫。あのクイーンと頭先とケツの曲がりみたいな。あ、目がよ、俺遠く見えるもんね、あんまり。あ、そう、うん、それやろ、うん、太そうではあるね。ただ長さが全然わからん。88、これ確かに、そう、2メス使ったね。これあれだ、マットシークの、あ、マットシークの途中からマットに行った方、最初は禁止やったやろ、800の時は。そうそう、800禁止で、ああ、あれ久しぶり禁止マットで。これも俺も知っとっちゃうけど、結果をびっくりするよマジで。スマトラもうツイッターでみんなも知っとっちゃうけど、お前だけ知らん。これだけ知らん、うん、ちょっとびっくりするよ。確かにあったあった、2つね。うん、何個かあるよまだ見て、うん、いいじゃない、でかくない、うん、これマットシークやけんさ、あ、体が光沢も強くてツルツルやろ。いやいや、全部がツルツルやろ。顎も伸びとるやろ、うん、伸びきっとるやろ、伸びと先にとね、ビンチ、うん、こんな顎がちょっと伸びきっとるのあんまり見てないの。で、顎面積がすごく広くない。あ、本当やね、三角じゃなくて、そうね、ほんと騒動みたいなと、うん、面白いやろこれ。違う、根元も太いじゃないこの辺。うん、ちょっともう伸び数当てんけどさ、うん、あの103ミリやってるこれ。あ、そう、 103.6 ある。あげ、当てようか、ちょっと嘘っぽくなる、うん、104ぐらいあるやろ。おお、ある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 、ね、104.1 ツイッターに103値上げとっちゃうけど、これ104ぐらいあるもんね。マジで、いや、うん、俺は最初にその思わせぶった言い方したけ、見て、めっちゃミニミニで出てきたかしら。 頭はこんなもんやってよ。でも 6.8、うん、それでも太いけどね、うん、全球が 8.1 8、うん、でも8はちっちゃくはないけど、104にしては。そしてこの洋室の狭さ見て、めちゃめちゃ洋室狭くない？めっちゃ狭い。マットやけん、ほら綺麗やろ洋室も、うん、べちゃべちゃだと思う、全くなくて、うん、いいよねやっぱマットは、うん、この今回禁止、 こうしてもさ、禁止じゃないけんべちゃべちゃんって落ちてこんや、うん、ほら綺麗やろマット。この洋室の綺麗さが浮かの綺麗さになっちゃないかなって俺は思うちゃうけど、滑らんけん。はあ、綺麗やろ、綺麗ね、洋室がね、綺麗で、ほら尻尾でこうコネ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 したとこがさ、うん、削れるやん洋室、どうしても禁止、うんうんうん、削れてない全然、ずっとしとるね、うん、ほらね、その辺かなと思うとよね、この綺麗さ。マジか、この狭さでこれが浮かしてくっちゃけさ、もう見て見たらわかるけどさ、うん、これ入れてみたら、うん、ちょっと裏向きに、これ逆バージョンかと思った。うん、めっちゃチンチクリンが出てもわ、見てもガッギチギチやけ、うん、てギッチギチ、どう浮かしてきてっけこれね。そうそう、でもこれで本当で浮かしてきとっけんね、すげえ。あれ、じゃあもうこっちに軍配が上がったやん。なんか、いやいや、まだ分からんよ。あれはとりあえず2個動画内でしとるという、うん、動画内でしたのはちゃんと一緒に同じ重さ同じ深みで、そう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 、あ、それとは違った、ね、それとは違う、あ、そうなん、うん、それとは違うやつやつ、うん、へえ。でも800の時は禁止やったもんね。そうそう、800は禁止食わせとる、対応できっちゃやっぱね途中から、うん、すごい、このスペシャルマット作戦ありかもしれんね。いや相当ありやろ、うん、一発やっぱ普通のマットではないけどね、俺がブレンドしてるけどさ、うん、いろいろ中間ちょっと、そうね、うん、市販マットじゃないもんな、うん、まあそうね、うん、まあこれはちょっとまだ言われるね、成功例1回やけね、まだ言われんちゅうか、これは俺売っていこうと思ってる、このマットは。私もちょっと言ったら命が、命私に聞いてもちょっと厳しいです。多分104残るじゃないかなと思ってるね、これ。あ、戻ってもピシャッと固まっても、うんうんうん、いや、顎先がほんと前に前にいっとったね、ぐんといっとったの、うん、だけサイズにも影響すっちゃうのね、うん、これだけさギネス狙う人にもいい方法かもしれんね。
ね、まあまあこんな感じですよ、うん、今日は。もっと1投目やるで、ね、サムネは一番色がついとる窓、まあ、にしようか。うん、じゃあまだ今から出てくったいね、マットは。うん、出てこのスペシャルマットにスライシー入れとんのもあったよね。ああ、そしたらまた分かりやすいね、面白いかもしれない、うんうん、はい。それではサンバレス、テオ、うん、マナド、そしてびっくりの結果になったマットシークの、マットシークのスマトラ、スマトラね、うん、C ラインやね、 C ラインやね、うん、C ライン、うん、綺麗やったらいいかな、うん、そうそう、形が良かったラインだね、そうそう、がびっくりでしたね、本当今日は、うん、はい。それではご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。マナド見れ、マナド見れ、かっけえけど、いや、さっきのスマトラ見せられた、スマトラがちょっとインパクトあった、インパクトありすぎてね、まあこれこれで、マナドやっぱ小さいけどね、どうしても、そう、ね、形はいいけど小さいもんね、うん。